どうも、マサルです。今日はですね、夜の海に来たんですけども、とあるものをね、ちょっと探していこうと思います。行きますか。はい、ということで外に来たんですけども、暗すぎてびっくりしない。こんな感じの場所でですね、僕らはね、いつも海潜り行ってるんですよ。マジで真っ暗、街灯ゼロ。ちょっと電気つけますね。はい、こんな感じ。そう、こういう場所からね、海に潜りに行くわけですよ。今日見せたいやつはね、海岸にいるはずなんですよ。めっちゃいるはず。早速いましたね。こちら、オカヤドカリですね。こんな感じでね、陸にヤドカリがたくさんいるんですよ。そしてですね、実はあっちです。そう、海の中にとんでもなくでけえ、あ、またヤドカリだ。またいたわ。ここにもいますね。ちなみにオカヤドカリは天然記念物なんで食べちゃダメなんですよ。今日の目的はこいつではありません。今日の目的はあっちです。そう、海の中にいるんですよ。海の中にはですね、とんでもなくでかいヤドカリがいるんですよ。今日はですね、それをね、取りに行こうと思います。いや、にしても今日海めっちゃ引いてるな。まあ、そのでかいヤドカリはマジでどこにでもいるんで、もう今日はここでいいと思います。多分いるはず。なんかおらんかな。いた。ハゼがいますね。こんな感じでね、夜の海の魚寝てるんですよ。全然手で取れる。今まではね、でかいヤドカリを食べ物だと思ってなかったんで取ったことなかったんですけど、トモサピさんがめちゃめちゃうまいぞみたいな動画上げてたんで、同じ種類じゃないんですけど、ちょっと今日はね、取りに行こうと思います。素潜りだったらバカでかいのが取れるぜ。それではね、早速この漆黒の海の中に潜りに行ってきます。ということで夜の海にやってきました。この日はね、鬼だるま小銭に3匹も会いました。まあ、ちょっとちっちゃいんでね、このぐらいのサイズはね、さすがに取らないですね。そしてこいつは何なんでしょうね。ニセゴイシウツボに似てるんですけどね、ちょっと違いそうですね。そして何より今日は本当にね、流れが速くてめちゃめちゃ苦戦しました。普段は伊勢エビ取るのにね、森なんて使わずにでも取れるのにね、この日はね、森ないと難しかったですね。そしてここでマサルが岩の割れ目に何かを発見しました。何がいるのでしょうか。いましたね。ゲット。こちら夜光貝です。これバター焼きとかアヒージョにするとめちゃめちゃうまいんですよね。そしてまた何やら発見して岩の中に体を突っ込んでいっています。マサル視点を見ていきましょう。ゲット。シルエット的には夜光貝と同じなんですけど、入っているのはヤドカリ。そう、こいつが今回追い求めていた食材、黒島鬼ヤドカリでございます。果たしてどんな味がするのでしょうか。陸に戻って調理していきましょう。はい、ということで戻ってまいりました。なんとかですね、ヤドカリが2匹取れたんですけども、知らない種類が取れました。ということで早速観察していきましょう。こちら殻はトラ貝ですね。まあ、戦の時とかにね、ブワーンって笛になってた貝ですね。結構有名な貝なんじゃないでしょうか。まあ、この貝自体はね、テトロドトキシンをね、含んでたりするちょっと危険な貝なんですけども、中身はなんとこちらです。このね、ヤドカリが俺が知ってるヤドカリですね。コモンヤドカリっていうヤドカリですね。白い斑点とかがね、特徴的なんですよ。こちら夜光貝に入ってるこいつ、何これ、でかすぎだろ。こちらもですね、ヤドカリなんですけども、これはね、ちょっと本当にマジで種類がわかんない。鬼ヤドカリにね、似てるんですけども、鬼ヤドカリってこんなにでかくなるのかな。まあいいや、食べれるでしょう。なんかね、これすごくない？めちゃめちゃ毛が生えてますね。ぱっと見虫にしか見えないよね。ただね、よく見たらこれ見て、でかい爪。この爪とかね、めっちゃ美味しいんじゃないか。しかももうこれでかすぎてさ、こんなに夜光貝でかいの、夜光貝入りきってないの、高すぎだろ。ちょっと中身見たいんで出てもらえますか。宿なしになってもらえますか。うわー、がっつり入ってる。力強っ。抜けないんだけど。締めましょうか。めっちゃ力強いんですよ。岩から剥がすときね、しがみついてるカブトムシみたいな、あんな感じ、あれの強いバージョンみたいな感じ。本当にね、パワーが半端じゃない。はい、それでは氷水にね、つけて締めて、そこから取り出していきましょう。ホラ貝の方は出てきそうやな。中身どうなってると思いますか、皆さん。出しますよ。うわー、すげえな、やっぱコモンヤドカリや。こっちももう、いけるんじゃないか。あ、いけた、いけた、いけた。出てきた。でかっ。
かっ、甘すぎでしょこれ。ということで出てきました。いやこれね、みんなね、ヤドカリに対して何のイメージもないと思うんですけど、多分ね動画では絶対伝わらないのが、この胴体の部分があるんですけど、これね柔らかいんですよ。これ本当にね、そのお腹言ったら耳たぶぐらい柔らかい。なんかね表面はね固めのビニール袋みたいな感じなんですけど、感触はね本当耳たぶみたい、まあ、言われてみればそうなんですけど、こんなね貝の渦巻いてる中にこうやって入るっていうことは、それ柔らかくないとねこれ入れないですよね。なんかねこの爪とかはかなり硬くて、わかるかな、ちょっと音をね聞いてみてほしいんですけど、爪とかこの辺はねめちゃくちゃ硬いんですけど、ここまで硬くてこっからはね柔らかいです。でこれブニブニで、こっちのねコモンヤドカリも一緒ですね。こっちの方がいかつい見た目してるな、やばい見た目だよね。これもねお腹ブニブニです。でここまでね柔らかい、ここもねプニプニしてる、ただここは硬い。ネットで調べたところ、今のところ食べてる生地は一つもありませんでした。どんな味かね全く想像ができません。これ爪とかもさ、中身詰まって食べれそうだよね。ということで今日はですね、黒島鬼ヤドカリとコモンヤドカリを食べていくんですけども、ちなみに有名どころで言いますと、タラバガニとかヤシガニとかね、カニじゃないんですよね。実はあいつらもヤドカリの仲間で、両方に共通していることは味噌は美味しくないということなんですけども、果たしてどんな味になるのかといったところで、今日はですね刺身味噌塩でこちらの2品で食べていこうかなと思います。それでは早速調理していきましょう。え、これどんな味がするんかな、想像できなさすぎる。うわやば。とりあえずねこの胴体を外していきましょう。うわすっごい汁出てきた、やばいやばいやばい、マジか。なんか虫に見えてきたな。ちょ汁出てくれよ。うわーすっごい、なんか出てきたし、あこれ腸だ。じゃあコモンヤドカリの腹も外していきましょう。俺いつも思うんだけどさ、エビとかカニとかさ、結構がっつり見たら結構なんか虫に、うわこっちもいっぱい出てきた。こっちは身が痩せてるな、かなり。うわすごいな、めっちゃ虫っぽくない？結構いかつい見た目してるよね。じゃあお腹を、うわこれどうやってさばくんやろ、わからんな。あ、でも待って、え、ちょっと中身美味しそうじゃない？これ剥がれるのかな。あ、剥がれるわ。うわなんかグロ、うわめっちゃ腸出てくる。なんやこれ、これ何の器官だ、これは肝なのか。うわグロいなこれ、ほぼ内臓じゃん、何かの臓器ですね。お、待って、ちょっと待って、グロい内臓を取ってみると結構美味しそうな見た目してるぞ。あ、しかも硬いんだ、エビとかより全然硬いわ。なんか貝柱とかの感じしますね。おお、でこれ腸ですね。腸はね1本なんですね。伊勢海老とかって腸細いんだけど、これめちゃめちゃ太いね。はい、ということでね取り出せました。これがヤドカリの身です。こんだけしか取れんのや。これから取れてるんですけど、身は赤いんですね。じゃあこのコモンヤドカリもやっていきますか。え、こっちは味噌美味しそうやね。ほら美味しそうな味噌で、両方ともね赤いです。こっちのねコモンヤドカリはすんごいふにゃふにゃしてるんですけど、この黒島鬼ヤドカリはすっごい硬い、全然同じヤドカリでも違う。うわ美味しそうやなこっちの身。玉どうなってるの、2つに割ってみよう。うわ包丁かいてそう。かった。伊勢海老とかと結構似てますね。で味噌がねこう伊勢海老だったらあるんですけど、このヤドカリには味噌はやっぱ入ってないですね。お腹の方にやっぱり入ってるやな。これをね塩茹でにしていきましょう。そしてこのでかい爪ね、これが美味しいのかどうかちょっと楽しみですね。こっちは割らなくてもいいやろ。はい、そしたら今日はこちらを使っていきます。まあ、茹でるって言ってたんですけども、出汁とか取らないんだったら蒸した方が美味しいですからね。美味しくなれよ。はい、そしたら鍋に水を張っていきましょう。で、このように乗せていきます。そして、蓋をする。うわ肉まん蒸したい。セット。あっつ。じゃあ、蒸し上がるまで15分ぐらい待っていきましょうか。さて、15分経ちました。どうでしょう？うわ、めっちゃうまそうやっけ。はい、それでは刺身を持っていきましょう。今日せっかくホラ貝の殻があるんで、ホラ貝に持っていきましょう。大根のつまを詰める。で、こう大葉置いて、ちょっと角度がきついな。この角度になってほしいんだけど、さらに置く。この角度だな。これでよし。はい、そしたら切っていきましょう。これ普通に美味しそうなんだけど、どうしよう。いや、これや
ヤドカリって言われなかったら分からなくない？すごい。じゃあコモンヤドカリもやっていきましょう。これブヨブヨしてそうなんで皮外そうかな。絶対に鬼ヤドカリの方がうまい。でもこいつはこいつで赤くて綺麗。はい、ということで完成しました。はい、それでは完成しました。いただきます。え、これさ、ヤドカリがうまそうなんてことあるんだ。はい、こちらめっちゃ美味しそう。はい、それでは今日もね、僕が作った黒糖醤油を使ってね、食べていこうと思います。これマジで美味しいからね、ぜひ試してみてください。じゃあ行きましょうか。いただきます。うわ、おもろい。これ初めての味やな。もう正直これね、伊勢海老とかに近い味なんだろうなと思ってたんですけど、どっちかというとね、貝柱の刺身みたいな味がしますね。え、めっちゃ美味しいぞ。味はね、全然エビじゃないね。なんかね、すごい甘い。なんやこれ、めちゃめちゃうまいやん。え、うん、まっ。で、ただね、後味が変な感じ。ちなみにですね、この黒島鬼ヤドカリじゃなくて、黒島鬼ヤドカリに似てる鬼ヤドカリっていう種類がいるんですけど、それはですね、甘味誘導って言って、食べたら舌の感覚がおかしくなって甘みを感じるようになるらしいんですね。で、黒島鬼ヤドカリは食べた人がいないんでそうなるか分かんないんですけど、ちょっと試してみましょう。甘くなるんかな。あ、何も変わらん。全然変わらんな。いや、ちょっと待てよ、なんだよこれ。なんか美味しくないウニをベロに塗られたみたいな味がしますね。甘いとかじゃないわ、変な味。はい、そしたらこちらコモンヤドカリも行ってみましょう。これ味違うんかな、楽しみやな。もう全然ちゃう。こっち美味しくねえな。あ、水が土が味になった。なんだこれ。あ、すげえ、なんか美味しくないウニとキャラメル混ぜたみたいな味がする。うわ、なんだこれ。うわ、やばい、すげえなこれ。あんま美味しくないね。なんか痩せてたっていうのもあるのかもしれないけど、全然美味しくないわ。食感もね、なんかザクザクしてる、微妙だ。そしたらこちら茹でた方も食べてみましょう。これ出てくるかな。いって、これこいつ表面、あ、待って、これ硬くて取れない。しかも表面に生えた毛が痛い。あ、取れねー。これ硬いな。歯で行こう、歯で。うわー、これジョリジョリしたヒゲと一緒だ。硬っ。なんやこれ、硬っ。ほじくろ、身が出てきました。あ、え、これ普通にうまい。全然カニに劣らない味してます。めちゃめちゃ美味しいです。うん、ちょっとコモンヤドカリも行ってみましょう。これも硬いんだろうな。こいつも爪でかくね。俺の親指より全然でかい。あ、こいつ、いって、いって、こんなチクチクしてる生物いないぞ。でも割る、割ってやろう。割れた。こっちの方が身うまそうや。え、痛いなこいつ。で、さて食べてみましょう。いただきます。おお、全然味違うわ。塩辛い。へえ、これね、全然黒島鬼ヤドカリの方が美味しいですね。うわ、うんま。こっち食べ比べたら分かるわ。うん、すっごい硬いカニって感じ。うん、うめえなこれ。これリピート確定だな。はい、それではごちそうさまでした。今回ね、黒島鬼ヤドカリ正直想像を超えてきたわ。なんか味覚変わるのと後味が微妙なんですけど、食感、うまみ、そして甘さ、これ全部ね一級品ですね。ただね、ちょっとこれ見て、映る、ピント合い、ほらちょっと、うん、毛が刺さってるんですよ手に。ほら痛いわこれ。食材食べて手に毛が刺されてなくない？いって。ちなみにね、夜行貝を背負ってるね、でかいヤドカリめちゃくちゃいます。ちょっとこれまたこうやって取って食べてみようかな。これ普通にうまいわ。こんな感じですね、沖縄部島で取れたね珍しい魚とかを、ネットショップで販売しておりますのでね、興味ある方はね、ぜひ概要欄から買いに来てみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、実はですね、漁師の夜明けの公式 LINE があるんですけども、友達追加してくれるだけで毎月23日抽選5名様の方がプレゼントをもらえます。本当に友達追加するだけなんでね、皆さんね、ぜひね追加してみてください。それでは。